皆さん、おはようございます。ユニタイムズの時間です。どうもこんばんは、ユニタイムズです。ユニタイムズです。いや、もうね、前回からまたポンポンポンとやろうかなと思ったので、今日はもうちょっとリズミカルな感じで、もう早速本題に行きたいと思うんですけど、おっちゃん、今日はどんな話題を、はいはい、ね、今回はその尖閣諸島、それから対馬の問題と、はい、そして北方領土の問題ですね。ああ、これまあ三つの問題に関してちょっとこう話ができればいいかなと思ってます。はい、もう尖閣諸島もね、北方領土もついこの間話題になってましたしね。そうですね。で、今まだ残ってるのは若干その尖閣諸島かな、いわゆるその中国との問題かなっていうような感じがするんですけどね。そうですね。まあもちろんだからといって、その、対馬、まあ韓国から言ったら、独島って言われてますけどね。うんうん。それから、北方領土の問題ね。まあニュースにはなってないけれども、まあ終わったわけじゃないと。うんうんうん。でまあこれを、まあある意味その、ユニタイムズ的な観点というかですね、まあ今後どういう方向になるのか、あるいはどのようにもしていくのかっていうような形でね、うんうんうん、話できたらいいかなと思います。うんうんうん、ということでですね。はい。で、まあ、この3つの、島の問題ですけどね、まあ、尖閣っていうのは結局、中国との問題、日中の問題ですよね。はい。で、それから、対馬っていうのは、まあ、韓国、日韓の問題。それから北方領土は、まあ、ロシアですね、日露の問題っていう。まあ、これはもう別に言うまでもないんですけどね。はい。で、今、韓国っていうのは、ちょうどその、大統領が変わって、そして、日本っていうものに対してのまた考え方というか、その対応というのが変わってきてますよね。うん。で、ロシアっていうのは今、あまりニュースにはちょっと出てきてませんよね。ロシア、そうですね。アルジェリアの人質の件でチラッと出てきてるくらいですね。まあでも表舞台にあんまり出てきてないですね。はいはいはい。まあロシアっていうふうに出てきたらまた思い出すのが、まあ旧ソ連ってね、なっちゃって話が連れていきそうなので。そうですね。やめていきたいと思うんですけども、はい、まあ、ちらっと言うならば、その CIA という問題ともね、まあ、今回のアルジェリアですかね、うんうんうん、やっぱり言いたいのは CIA っていう言葉をちょっとね、使いたいなと思うんですが、今回ちょっと、まあ、置いといて、はい。はい。ということでね、まあ、おっちゃん的に見てね、この3つの、まあ、国との問題、日本列島を取り巻くこの三つの、まあ言えば島ですよね。うんうんうん、非常にね、面白いなぁと思ってるんです。深刻な問題というよりは。で、はい、それは何かというと、はい、結局この三つの国っていうのは、これからその日本と、まあ、その友好関係というかですね、うんうん、その、まあ、外交上もですね、重要な関係にあるし、それからその、関係、友好関係っていうのをますます、まあ、深めていかないといけない。まあ、そういう、国でもあるわけですよね。はい。で、特に今三つの国言いましたけども、その三つの国の間に挟まれて存在する国っていうのが、いわゆるこの北朝鮮。うん、うん、うん。ですよね。で、この北朝鮮に対してもですね、最近その、核開発問題が今また再び再浮上というか、そうですね。してると思うんですね。発射するって言ってましたもんね。
しかもその射程距離というか、その標的っていうのが、そのアメリカなんだ、みたいなね、なんか。そうですね。ニュースで出てますけれども。まあ、基本的にそのニュースで出てるっていうことっていうのは、まあ、眉唾っていうか。うん。ああ、なるほど。シナリオ付きですね、みたいなね。まあ、そうでしょうね。まあ、そんなことなんですけど。ただ、その、北朝鮮のその核問題に対して、核開発に対して中国がその批判してるというニュースもね、このあったりする。もともとその中国っていうのは北朝鮮寄りでというか、北朝鮮側というかね、そういう関係のはずの国が、まあその北朝鮮をちょっと批判してるという。これをどう見ていったらいいんだろうかみたいな感じのこともね。そうですね。感じてる人は感じてると思うんですけど。今聞くだけでも、どういうことやねんというかね、ユニタイムズ的な視点から見たらどうなんですかっていうことでね。でね、今回はね、ちょっとそのポイントについてはちょっと言及というかね、あまり深いところまでは話、まだしない方がいいとは思うんですけども、はっきり言えることはね、はい。でも言わない方がいいのかもっていうのもあるんですけど、はい。いやー、真面目な話、本当にね。うん、ただ、その、アメリカと、それから、まあ、北朝鮮、それから、まあ、中国も含めてそうですし、韓国、日本、っていうのもですね、実は裏ではね、もう、まあ、繋がってる、まあ、どういうふうに繋がってるか、っていう、まあ、一つの方向性にね、向かって、動こうっていうシナリオがもう、はっきりしてるっていうことなんですよ。うん、だから、まあ、今回のね、北朝鮮がアメリカに向けて、うんぬんっていうのもありますけれどもね。で、それに対してアメリカが、お、北朝鮮なんだ、こいつっていうなところが、もしニュースで出たとしてもね、まあ、それは表向き上の、まあ、そのシナリオ上のことであってというような感じでね。うんうんうん、ただ、あまりね、こういった、話をね、言いすぎるとというか、良くない結果っていうのもあるんですね。で、何かって言ったら、今日本がやろうとしてることはあるんですよ。はい。で、まあ言えば、一般の人から見たら、大体の情報源っていうのはニュースですよね。うん、うん。で、そこで、せっかくね、まあ、国民というのか何というのか、その、みんなの意識を、ある一つの方向に持っていこうとしているのに、まあその裏の種明かしみたいな形でしてしまうとですね、まあその効果がなくなってしまう。まあ言えば妨害するようなっていうね、邪魔するような形になるのでね。はい、まあこれは何かって言ったらやはり日本の今憲法をね、はい、これはまあ神の方向性としてもね、変えていかないといけない部分っていうのがやっぱあるわけですよ。はい。うん、だからそういう意味でも、そこに向かっていかないといけないし、それから、まあ、それと同時に、まあ、今度、まあ、今年行われる参議院選挙っていうものと、やっぱりこの密接な関係があるのでね。うんうん、だから、まあ、いずれちょっとまあ、ここね、聞いておられる皆さんにとってはちょっとお楽しみみたいな感じで、やってもらってたらね。で、蓋を開けた時に、なんだ、そうだったのか、みたいな形で、まあ、誰もが理解できるとは思うんですけど。うんうんうん、でね、今回はね、そういったこともそうなんですけども、まあ、尖閣の問題と、まあ、対馬の問題と、この北方領土の問題っていうかね、これを、まあ、どのようにね、これからなっていくだろうかっていうことなんですけどね。うんうん、まあ、おっちゃん的に見たらね、これはもう間違いなくね、その三つの島っていうのは、それぞれの国、国家間においてのね、共同開発地域になるだろうなっていうことなんですね。へぇー。だから、尖閣諸島は中国の国土であるとかね。はい。日本の国土であるとか。はい。そんなことじゃないんですよね。だから取り合いじゃなくて。はい。いわゆるその共同で、じゃあこの地域開発していきましょうっていうことになったら、うんうん、そこで、いわゆる硬い、その一つのパイプっていうのがね、こう、つながっていくという。だから、すごく面白いんですよね。しかも、去年ですけれど、同時に、この三つの島に向けての問題が、
浮上してきたというか、うんうんうん、ああ、面白いなと思いましたけどね。だからそんな感じで、今はね、特にその、対馬の問題について、うんぬんって言わないのは、まあ、新しく大統領が変わったっていうこともあって、そのまあ大統領のまあ戦略っていうのもあるしですね。で、まあ、今後は大きくね、浮上してこないだろうなっていうのもあると思うんです。まあ、それが、なんていうのかな、外交上というか、戦略上、まあ、必要がないっていうこともあるし、うんうんうん、まあ、その神のタイムテーブルっていう中から見ても、まあ今はそれが問題じゃないということですよね。うん、うん、うん。だからまあホップ、ステップ、ジャンプみたいな感じで言うたら、とりあえずはこの島の問題をめぐって、それぞれの3つの国が意識を持ち始めるというね、再認識し始めるというか、そこからまあ、始めていかないといけないきっかけを作っていったというか、作らされたというか、うん、うん、そんな始まりだったということなんですね。まあそういう意味でね、とにかく今後見てたら多分っていう言い方したらダメですね、これはね。断言してもいいと思うんですけど、まあ面白いなと思うのは最終的に共同開発になっていって、まあこの3つの島を中心にしながらね、中国や、韓国や、それからロシアとね、面白いつながりが、まあ、できてくる、まあ一つの道筋、バイクだなっていうことですね。うんうんうん。まあ、もちろんこれがね、2013年になるっていうことはね、これは明らかにないですね。それはないです。ただこの3年の中でそういう取り決めがされていくだろうなっていうことですね。この3年の間が、まあ、肝というか。そうですね。この3年の間っていうのが、まあ、重要というかね。そうですね。ただ、そこにおいてね、やっぱり、再三思うことは何かというと、その、日本の国民のその、まあ、その意識レベルっていうのかな。うんうん。まあ、正しい意識レベルというか、それを、本当に身につけてもらいたいっていうのが、やっぱありますね。うん。でないと、いくら政治家が頑張ってもですね、やっぱりその国民の声が弱いと、負けてしまうっていうね。負けてしまうっていうのはその悪の勢力っていうかね。負けてしまうっていうのがあるのでね。その正しい知識とか正しい情報を身につけるっていうのがですね、はい、どういうのかな。なんか、今のこの状態だと、すごく、難しいような気がするんですけどね。それはありますね。かなり難しい、今はね。だから、まずその一つのツールとしては、まあ、自画自賛ですね。ユニタイムズっていうものを、っていうのがまずね、10あるとしたらそのうちの一つと。うん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 。で、まあ、他は何かって言って、やはり、自らいろんな情報を、やはり、探っていくっていうことも必要ですしね。うん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 。まあ、それと同時に、それとさらにはやはり、今の時代っていうのは、見えないところからのね、見えないところっていうのは、まあ、俗に言う霊界っていうのかね。はい。まあ、そういうところからの影響もあってね、おのずと、気づかされていくというかね、まあ、意識レベルが、まあ、少しずつ高まっていくというか、スマホに根性からの脱皮みたいなのがね、うんうんうん、まあ、起こってくるだろうなということですね。うん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 。だから何かって言ったら、今日本はね、この、鎖国してないってみんな思ってると思うんですよ。鎖国してないと思っている。ああ、はい。まあもちろん表面的には。開いてるってことですね。そうですね。開国してると。うんうんうん、世界に向けてというかね。うんうんうん、ところがね、意識はね、未だに鎖国してるんですよ。おお。何かって言ったら、日本っていうかね、自国。ああ、まあそうですね。大陸じゃない島っていうのは特に強いですよね。そうですね。はい。で、他を見ようとせずに、あるいは他を認めようとせずに、とにかく自分の国中心というような感じのね。うん、うん。だから共に、みんなで、というか、他の国と一緒に、成長していかないといけない、発展していかないといけないっていう意識がね、そういうところから見たら、
本当に鎖国状態がまだ続いてる。うんうんうん。で、ちょうどだから、明治維新、ね、よく、例に挙げますけれど、明治維新のようにね、今、そういうものが押し迫ってきてるという、開国をね、迫られてるということを、もう本当に察知して、そして、心の中の、まあ、開国っていうね。だからこれがまあ、その、いわゆるスピリチュアル的な面から見てね、おのずとも気づかされていくっていうことにもなるんですけどね。うん、まあ、前からおっちゃんも今、明治維新の再来だみたいなことは言ってますからね。そうですね。だから、それの面白い部分っていうのが、まあ、前回もちらっと言ってると思うんですけど、衆議院では、自民党、公明党っていうのがね、うん、まあ、大きな顔してるようですけれどもね。ところが、参議院選挙になると、これがまた大きく変わってきてですね。うんうん、結局は、一つの議案を通そうと思えば、まあ、今バラバラになっている様々な政党が、一つになっていかないとどうしようもないことになっていくということですね。うんうんうん、だから最後に、参議院選挙で、まあ、おっちゃんがいつも言ってるようなね、超大同連立みたいな、方向性っていうのを取っていくことになっていくというのが本来の、見方ですね。で、これにならない、あるいは、それを阻止するっていうような方向に行くか行かないっていうのは、これは国民の、意識っていうのがね、やっぱ大きく関わってくるのでね。まあやっぱり、こう、大同連立にならないとダメってことですね。そうですね。超大同連立っていう感じですね。うん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 、で今、内閣っていうか、組閣見たら、この間も公明党の誰々さんが、大臣でどっかの国訪問ね、首相に代わっ て訪問してましたけど、あれ見て、びっくりしましたけどね。びっくりというのがね、今まで公明党っていうのは、力を持ってるようで、党としてはあんまり出てくることができなかった。大臣クラスに入れなかったっていうかね。うん、それが入って、こんな形で入ってきてるんだなって思ったらね。本当に今回の衆議院選挙っていうのはまあ大きな変化があったなっていうことを思いますしね。だけど、だからまあ、だけどという言葉、使い方間違ってますけど、だから公明党も入ってきたと。うんうんうん、要するに、今後は、自民党じゃなくて民主党か。はい。民主党も入ってこないといけないでしょうし、小沢さんっていう人も入ってこないといけないだろうし、みたいなね。みんなの党の党首になりましたからね。みんなの党でしたっけ？生活第一かな。中のね、はい。っていうような感じでね、うん。そうしていかない限りね、また日本の国会っていうのはね、ねじれ国会でね、いつまで経ってもね、この、日本の国民の、まあ、生活っていうのをね、本当に安定させることはできないし、ひいては、その、世界の経済の安定っていうのはね、経済の安定というよりも、世界の新しい、その情勢、に移行することはできないですね。うんはい、まあ大体ね、今回これぐらいの感じなんですけどね。あと本当は少し、今後また機会あったら話したような自民党、公明党っていう中でね、出てくるのがね、統一教会、そして創価学会っていう問題ね、うん。まあ、今まであんまりこの辺のことについておっちゃん話すことなかったんですけども、いずれちょっと機会あったらね、まあぜひ話してみたいなっていうことがまあたくさんありますのでね。そうですね。フリーメイソン、イルミナティと共に聞き、みんなが結構聞きたがってる話題かもわかんないですね。そうですね。やはりそういったイルミナティとかね、フリーメイソンにも匹敵するぐらいの、うん、まあ一つの大きな影響力というかね、存在感がありますからね。うん、そうですね。まあ、ということで、大体、尖閣、そういった、諸々の、島に関してっていうのは、今後、その、共同開発っていう部分でね、まあ、落着していくべき島であるということですね。うんうん、まあ、
僕なりにちょっとまとめると、まあだから今こういうふうにいろいろ揉めてたりとかしとっても、まあその正しい方向に進んでいくっていうことがまあその歴史の流れなんだと。だからそんなに、こうそこの面においては心配しなくていいってことですかね。まあそうですね、そこの面においてはね。ただ、うん、まあ再三、本当に再三言ってますけども、まだまだね、経済っていうのは、今のこの資本主義体制っていうのは、大きく転換しない限りね、絶対回復はしないのでね。まあ、そうですね。うん、本当に生活困窮者っていうのがますます増えるだろうな、ということで、これに対してどう皆さんにね、アドバイスしていったらいいかな、っていうことがね、うん、今ちょっと頭痛いところですね。まあ、それを踏まえて、まあ、僕も、そこの部分においてはって言ったんですけどね。はい、はい。まあ、全部にね、安心して楽観的になれるような状態ではないっていうことはね、もう、ユニタイムズをお聞きの皆さんはもちろん分かってると思うんで。そうですね。はい。はい。わかりました。じゃあ、今回はこのあたりで、はい、終わりましょうか。はい。はい。じゃあ、またね、この番組への、ご意見とかご感想、まあ、苦情、リクエスト、何なりと、またお待ちしてるんで、皆さんぜひぜひご電話ください。はい。じゃあ、今日はこの辺で終わりたいと思います。それでは皆さん。